オーム型ブロッキング時の高層天気図、北米気象におけるブロッキングとは、偏西風などの大規模な風の南北の流れの、振れ幅が大きくなり、その状態が長期間続き、低気圧あるいは高気圧が移動せず停滞する、気象現象。同じ天候が長期間続くため、長雨、豪雨、干ばつ、熱波、寒波などといった、いわゆる異常気象を引き起こしやすい。 北半球と南半球の中緯度地域にはそれぞれ偏西風が吹いているが、その流れは常に同じではなく、流れが変わったり風速が変わったりという変化を、通常4週間から6週間程度の周期で繰り返している。この変化は、偏西風波動と呼ばれ、その波長は1万キロメートルにも及ぶ。しかし、この変化が通常より大きく、つまり、 偏成風の蛇行が大きくなることがある。すると、蛇行によって、高気圧や低気圧が移動ルートから切り離され、独立し大きな高気圧や低気圧となって長く同じ、地域に座り停滞してしまう現象。ブロッキングが発生すると、下流側では、西風が弱まり、移動性高気圧や移動性低気圧がブロック、されてしまうため、 気象の変化のスピードが遅くなり、異常気象がもたらされる。この独立した高気圧をブロッキング高気圧あるいは設理高気圧と言い,い、その直径は数千キロメートルにも及ぶ。また、独立した低気圧を寒冷低気圧、カットオフ低気圧、または設理低気圧という。北半球ではチベット高原、ヒマラヤ山脈、 ロッキー山脈といった高い山脈の影響で、偏西風の蛇行が起こりやすく、北半球では、特に北太平洋上や、北大西洋上で、ブロッキングが起きやすい。発生のメカニズムは、未解明であるが、北半球の冬の場合は、地表温度の南北差が小さい年に発生しやすく、南北差が大きな年には発生しにくいとする研究がある。 ブロッキングには大きく分けて二つのパターンがあり、一つは、高緯度側からやや東側に、ブロッキング高気圧、低緯度側からやや西側に低気圧が形成される、双極型で、偏西風は二つに分断され、一つが高気圧より高緯度側を、もう一つが低気圧より低緯度側をそれぞれ、回り込むようにして流れる。もう一つのパターンは、ブロッキング高気圧のみが形成されるオーム型で、 こちらも、編成風は二つに分断されるが、一つは、高気圧より高緯度側を回り込むように、もう一つは高気圧より低緯度側を直線的に流れる。ブロッキング現象の予測は難しく、もたらされる異常気象は、長期予報においては予報のずれの原因になる。ありがとうございます。